イーディス・ルイーザ・キャベルは、イギリスの看護師、エディス・キャベルなどと表記されることもある。イングランド、ノーリッチ近郊のスワーデストンで4人兄弟の長女として生まれた。ノーリッチの女学校を卒業後、クリーブドンの学校へと進学。卒業後は、ベルギーのブリュッセルで家庭教師として働いた。その後、父親が病気になり帰国して、父の介護に従事する。これが、 きっかけとなって、看護職の道を選択することになる。父親の回復後、1896年、30歳で、王立ロンドン病院の看護師だったエヴァラッケスの下で、看護師としての勉強を始め、イギリスの様々な病院で看護師として働く。その後自立し、個人看護師として、訪問看護師の仕事などを行った。1907年、 それまでの実績が評価され、ブリュッセルに設立されたベルギー看護学校に42歳で、看護の教師としてとして招聘された。最初は4人だけの生徒だったが、6年間で400人の生徒を送り出した。第一次世界大戦時、両陣営の兵士の命を差別なく救い、200人以上の連合国軍兵士が、 ドイツ占領下のベルギーから脱出するのに尽力した。そのため、ドイツ軍に捕らえられ、軍事法廷で反逆罪の有罪判決を受け、死刑を宣告された。斜面のための国際的な圧力にもかかわらず、キャベルは、ドイツ軍銃殺執行部隊によって1915年10月12日に射殺された。彼女の処刑は、国際的な非難を受け、大々的に報道された。 キャベルは聖公会の熱い信徒で、その信念に従って、助けを必要とするすべての人々、ドイツ、連合国の両陣営の兵士に、救いの手を差し伸べた。ナイチンゲールの自責に、敵味方の区別なくという表現が使われるが、それはナイチンゲールではなく、キャベルのことである。助けを必要とする命がある限り、私は働き続けるという彼女の言葉が知られている。 イングランド国教会は彼女を劣勢し、成人歴の10月12日の成人としている。キャベルはベルギーにおける近代看護の先駆者として存命中からすでに知られる存在だった。キャベルは彼女と共に活動していたベルギー人建築家のフィリップ・ボックと共に処刑された。また、次のような伝説が残されている。第一次世界大戦の出来事を伝えるポストカードには、 キャベルの処刑の様子を伝える者の,の他に、ラムラーの棺に入った遺体を伝える者が、複数存在する。しかし、彼女らの処刑の様子やこれらの逸話に関する情報は、錯綜しており、このラムラーと呼ばれる男の身元や本当に存在したのかすら、明らかになっていない。ありがとうございます。